合格のためには B 問題をいかに攻略していくか、これが非常に重要になってきます。で、 B 問題見るとどうですか、気力発電圧倒的なんですよね、出題の割合が。具体的に言うとですね、出なかった年って1年しかないんですよ。去年も出てるしね、実際には。だから気力を落とすわけいかないんですよね、本当に。めちゃくちゃ重要になってきます。これ見ると逆に水力っていらなくないみたいな感じになっちゃうんですよね。17年間で2回しか出てませんから、 B 問題でそこまでいいんじゃねえかな、水力は。うん、でも出題の割合としては 8% 出てるんで、ってことは A 問題で比較的出てるってことになりますよね。そうすると逆に言うと気力は 14.4% だけど B 問題で過去17年間中16回出てますから、そういう意味では火力は B 問題で非常に重要視されるということなんですね。で、送電と配電がまあ大体いい感じに出てくかなということで、まあ、そうするとやっぱり B 問題攻略には気力が欠かせないということなんですね。で、計算問題の割合の話、これ結構大事なんですけども、出題数でいうとね、計算問題の割合は 45% です。ってことは半分以上は知識問題っていうことになりますよね。だけど B 問題は全て計算なので、だから電力だから計算をおろそかにしていいかってことは一切ないんですね。むしろ計算問題の割合が少ないってことは逆に重要ってこと。ちょっと変なこと言ってると思うんですけど、理由がありまして、電検査証の知識問題って勉強しきれません、はっきり言って。例えば今皆様のお手元にあるこのテキスト、この内容多分知識問題の6割ぐらいかな書いてあるの。だいぶ足りないですね、だいぶ足りないです。で、これの上級者向きのがですね、ちょっと科目が違うんですけど、完全マスターっていうのがあるんですね。昔はこれ使ってたんですけど、これをねしっかり勉強できると電検二種にも受かるという伝説のテキストですね。電検三種のテキストなんだけど、これ 100% マスターすれば電検二種も受かるぜみたいな、そういうテキストなんですけど、これで多分8割ぐらい知識問題の中に、残りの2割どこから出してくるの、出題者の趣味から出してきます。だからね、勉強しきれないんですよ、どこにも載ってないです、過去問に載ってないのも出るし。ってことは事実上ね、じゃあ私は計算苦手だから知識で点数取って合格しましょう、無理ってことですね、無理ってことです。だからいかに計算問題が取れるかっていうのが非常に重要になってきます。法規はある意味余計ですね。法規って計算問題って40点分なんですよ。で、合格点60点なんで、ある意味ね、知識だけで法規って合格できるんですね、点数的には。ね、じゃあ、法規頑張って知識勉強しようかなと。すごくね、いいなと思うんですけど、これ電気設備技術基準解釈。法規、知識で受かろうとする人はまずこの中身を 100% 全部覚えてください。丸暗記です。で、これプラスあと電気工事士法でしょ、電気工事業法、電気用品安全法、あと電気事業法、これらを全て 100% 丸暗記すれば受かります。できる？無理ですよね。ちょっと今動画の人見れてないんですけど、これ470ページくらいあるんだけどね、しかも法律なんで、司法試験かな。そういう意味ではですね、ってことは法規は B 問題の40点の点数ほぼ8割から取れないと受からないってことです。 A 問題ははっきり言いますね、半分取れればいいぐらいですね、法規は。ある意味非常に厳しいんですね、受かる人は受かっちゃうんですよ、法規って。去年はよく分かんなかったんで A 問題ははっきり言って、多分私も半分ぐらいしか分かんないです、法規は。去年はね、一昨年はめちゃくちゃ簡単だったと思ったんだけど、実際には点数低かったんですけどね、受けた人は。なんで法規は分かりません、ね、ということで、もうともかく計算問題がっつりやりましょうということなんですけども、でも知識全くやらないと受からないのも分かりますよね、電力って。やっぱり知識は半分ぐらい取れないときついので、じゃあどこの知識を勉強するのかと先に話しますと、具体的に言いますね、水力は知識狙うといいと思いますよ。水力はなぜかっていうと B 問題の出題の割合が低いんですね、低いんであんま難しい計算問題ガツガツやる必要ないんですよ。
で、A 問題の方で割とあの公式とかから取れる問題もあるし、あと何よりもね、推力は知識が比較的分かりやすいです。分かりやすいです。なぜなら発電の原理がめちゃくちゃ単純なんで、水力ってはっきり言いますよ、高いところから水落として水車回すだけだから、うん、自然の水の力を利用してるだけなんで、原理がね単純なんですよ。だから構造も比較的簡単なんですね。でそれに対して火力はっていうと、まず燃料を燃やして水を蒸気に変えて、その蒸気を使ってタービンを回して、でいかに効率よく回すとか、しかも燃やす燃料によっていろんな種類があるし、ボイラーの種類もあるし、で燃料を燃やす以上あの環境汚染につながるんで、その環境汚染の対策もしなきゃいけないし、めちゃくちゃ深いんですよ知識の中身が。だからやりきれないですね、はっきり言って。水力は比較的取りやすいです、知識は。なので電力初級と中級ありますが、初級の時に水力はほぼ全てやってしまいます。ほぼ全てね、あのよくわからないやつは一回除きますけど、ほぼ全て水力をやってしまいます。逆に言うと火力は触りだけにします。理由もあって、あのテキストの例題がね、火力ほとんど B 問題なんですよ。一応初級はあの A 問題レベルっていう設定なので、あのただあの簡単な B 問題はやりますよ。簡単な B 問題はね、あの B 問題で A 問題レベルって結構あるから、逆に A 問題で B 問題レベルって結構あるんで、その辺の問題の難易度とか私が分かってるんで、簡単なやつはやりますけども。なんで今日はあの水力はまあできて2時間ぐらいかな。あ、ごめんなさい、火力ね。できて2時間ぐらいかなと思います。最後の方ですね。それぐらいで十分です。逆に言うと。難しいので、中身が。だってあの火力の計算問題って難しいとあれですよ。あの、原子量とかモルとか出てくるからね。あの原子力ってあの炭素が16とか、そういうやつ。だったら、うん、そういうやつとか日常生活で一切関わらないですね。あの二酸化炭素が CO2 ぐらいは分かってる人いると思いますけど、うん、それでもまだ解けないんで、今度あのモルとかって、モルって聞いたことある人あんまいないんですよ多分ね、うん、あの去年勉強してる人は知ってると思いますけど、科学に得意じゃないと分からないんで、その辺が出てきますから、火力は本当に難しいです。まあその辺についてあの吉田君の補習でもみっちりやってくれると思うので、私はあの安心してやっていきたいと思います。あの難しいの投げちゃおうかなと思ってるんで、それ以外に大事なこといっぱいあるから。はい、ということで初級の内容、1日目水力火力、ただメインは水力です。火力は半分おまけですね。簡単な知識とかあと、熱効率とかの話はしますけども、で明日はですね、原子力発電その他発電変電、なんか盛りだくさんだなと思いますけど、メインは明日は変電が6割方かな。あの原子力って公式1個しかないんで、アインシュタインの相対性理論ですね、うん、E イコール MC 事情ってやつですね。あの使いこなすの大変なんですけど、指数がよく分からなくなるので、うん、でその他発電であの風力と固体陽光の特徴の説明をします。あの深く勉強しようとすると大変ですよ。太陽電池の細かい種類とか出てくるから、うん、いらない、うん、いらないです。で変電は結構大事なんで、であの最終日3日目はね結構ハードですよ。送電と配電、あの計算問題も結構難しいのでハードかなと思います。まあなるべく簡単なものをやっていきますけど、このような流れで進めていきます。なので、初級はですね、割と A 問題が比較的取れるようにっていう形でやっていきたいと思いますね。まあ、あの覚えるものたくさんですけども、ちょっと頑張ってお付き合いいただければと思います。では皆さん、あの最後の復習になります。電卓。改めて。覚えてますかこれ。使い方ですね。あの、初めて今回私の講師いらっしゃった方、結構電卓の使い方とかも徹底的にやっていきます。効率的に解く必要があるので、前回のね、機械の初級の時にもこれやったんですけど、皆さん、覚えてます？やり方。じゃあ、あの、初めてやる方、あの、ぜひこの順で一回押してみてください。カシオと他のメーカーで違うので、答えがね、10.932 点点点ってことになります。はい、カシオはこのやり方でやります。これ通りに押すと、一切メモとか取らずに、この答えが出てきます。多分、やり方知らない人はね、こまごまメモるんですよね。例えば、12の事情が144とかね、メモっていくんですけど、そのメモ一切いらないので、この通りにやると解けます。
あまり電卓の使い方までやる講習ってないんですけど、これすごく大事なんで。関数電卓が使えないですからね、電源はね。関数電卓が使えないんで。じゃあ、カシオ以外のメーカーはこれ。私どちらかというとこっちなんですけどね。カシオさんってちょっと特殊なんですよ。ちょっと特殊なんですよ。まあ、ちなみに言うと、カシオ以外、例えばシャープとかキャノンとかだと、かけるイコールっていうのが2乗するって意味ね。だから2かけるイコールってやると4が出てくるんですね。で、逆に割るイコールっていうのは逆数を取りますよ。例えば2割るイコールってやると 0.5 って出てくるはず。それは1割る2をやってるってことなんですね。これ使いこなせると非常に便利なので、必ず覚えておいてください。まあ、なかなか忘れちゃってる方多いと思うんですけどね。本当この電卓の使い方大事なので。だってね、これメモせずに一発で取れるって結構素敵ですよね、これね。関数電卓じゃないんですよ。普通の電卓ですよ。これ一発でもう止まるから。ただ電卓って便利なんですけど、使い方間違えるとね、答え全然出てこないんですよ。大体ね。で、電卓使って答え出ないと、みんな何を疑うかっていうと、自分の計算式を疑うんですよ。電卓の答えが正しいって普通思い込むから、だから使いこなせないと逆に危ないのね。危ないんですよ。だから、もろはの剣なんですけど、だから今間違ってもいい、今勉強するんですよ。試験の時は使いこなしておくと。これぜひ覚えておいてください。MR のことルートでしたっけ？ん？ MR のことってルートでしたっけ？ルート。ルート。うん。ルートってやつでこれが出てきた。綺麗なルートで出せないみたいな変換で。はい。ぜひこれはね、まあ写メとかでも結構ですし、一応動画もね、撮ってあるので、そこでも見直せますから。一応電力も初級もですね、初日の1時間目ずつは YouTube でアップしますから、それ以降はね、オンラインの講座の方で見ていただくことになりますけど。じゃあ、よろしいですかね。はい。ぜひ、使いこなすようにお願いいたします。なんで、できればね、普通の電卓持ってきてくださいね。こちらね。関数電卓で慣れちゃうとちょっとまずいので、できればね。じゃあ、公式集。はい、うん、で、これから、本番の方に入っていきますので、これから公式集お配りします。初編伝ですね。吉田君、俺のもあったりする？大丈夫？足りなかったらいいよ。はい。じゃあ本題に入る前に大事なことを復習していきますよ。あ、これまだメモ取ってる人います？あ、だったら社名パシャでもいいですよ。別にね。うん。じゃあ機械の復習にもなるんですけどね。電検3種でおそらくよ、出題の割合が多い計算というのがあって、何かっていうとね、効率の計算ね。効率の計算。これめちゃくちゃ出てくるわけですよ。効率って。皆さん効率の意味お分かりですか？どういう意味ですか？効率ってっていうやつですね。で、これは先答え言いますよ。効率っていうのは、出力のうち何、ごめんなさい、入力入れた分の入れたうち何パーセントが出せますかっていうのが効率ですよね。だよく言うのが、入力分の出力ですよっていう話をするんですけども、ね、効率求めなさいの時に入力と出力両方与えてたら、これもう工事士のレベルですよね。問題のレベルとして。だから電検差しそんなことないんですよ。じゃあ皆さん入力って出力と何から求めることができますか？入力は。出力と何を使って出すことができます？入力。大体入力が隠されてることあるよね。入力。そうですよね。損失をどうします？引く。あ、足すか。足すんですよね。そう。今言っていただいたように、入力というのは出力に損失を足します。逆に、入力が分かってて出力が分かんない場合は損失を引くってことですよね。ってことは、何が入力で、何が出力で、損失はどこなのかっていうのが分からないと、非常に混乱します。非常に混乱します。
特に水力も一部その傾向があってですね、水力ってね、今までの損失と違う考え方があるんですよ。何かっていうとね、損失落差っていうのがあるね。損失落差っていうのがあるんです。まあ、後で話しますけどね。この損失落差を足すのか引くのかとかね、そういうのがあったりするんですけども。じゃあ逆に皆さん、例えば、出力が分かってて、効率が分かってて、入力求めましょうって言われたら、一回書きますね。これすごく大事なとこなんでやりますけども、例えば出力 PO、 これ出力ね、出力が分かってて、で大体効率ってイーターって書くんで、これ効率ね、で PI 入力を求めると、はい。そうすると、PI イコールどういう式になりますかね？どういう式になりますか？これ。まあ、値2つしかないから、これ使って求めるしかないんですけどね。うん。損失は分かんないわけよ。損失は分かってないんで、うん。出力と効率が与えられてるんです。入力を求めなさい。これどうやって計算しますか？うん、OK です。そう。イーター分の PO ですね。ね。これで求めることができますということですね。これある意味当たり前のことなんですけど、これね、間違っちゃうことよくあるんですよ。機械の難しいやつだと思うとそうなんですけどね。間違っちゃうことはよくあるので、そう、必ず効率で割る必要がありますね。かけるか割るか。で、電検算手ってですね、間違い方を予測してきてくれますから、効率を割らなきゃいけないのを間違ってかけちゃったと、大体答えがあるんで安心してください。選択肢の中にその答えあるから。うん。割るはずのものをかけちゃったと、大体用意されてますんでね。まあこれよく作ってます。要するに、人って、この選択式の試験受けるときって、自分が求めた答えが選択肢にあるとね、正解って思い込むんですよ。まあ普通そうですよね。ああ、あった、よかった、よかったって。うん。間違ってることあるんで、電検算手の場合は。いや、この場で聞くと簡単なんだけど、条件が複雑なんで、すごく複雑なんで、要は一番怖いのがね、これ本来は出力のはずなのに、この値間違って入力だと思っちゃってたとか、結構あるんですよね。水力は優しいですよ。わかりやすいから。火力ってね、効率がいっぱいあるから。うん。効率がいっぱいあるんで、どこが入力、どこが出力、これ使い方間違えると結構アウトなので、ぜひね、意識してください。どこが入力ですか、どこが出力ですか。これ、電力だけじゃないですよね。機械でもありましたよね。たくさんあるので、ぜひここはしっかりと押さえておいていただければというふうに思います。はい。それでは、イントロダクションはこれぐらいにして、いよいよ本題の方に入っていきたいと思います。では、公式の確認も含めてやっていきたいと思います。テキストはですね、水力発電ということで、よいしょ。テキストは2ページからですね、水力発電始まってますけども、はい。テキストにですね、非常に重要なことが書かれてます。じゃあ、ちょっとね、根本に戻って、まず皆さん、発電って、何をしてるんですかね？発電って。発電ってそもそも何をしてるんでしょうか？正確に答えるって結構難しいんですけど、発電って何をしてるんでしょうか？発電。わかるかね？発電。発電ってそもそもどういうことですか？うん、そう。電気を作ってるんですけども、それをもっと正確に言うと、別のエネルギーを電気エネルギーに変換している。これが発電。
ですと。やはりもともと何が持っていたエネルギーが、材料なのかっていうのを分かってないと、要はそれが入力なわけですからね。わかりますよね。それが入力なわけだから、そこを押さえておかなきゃいけないですね。で、じゃあ水は、あ、ごめんなさい、水力発電は何が元のエネルギーなのかっていうのがテキストに書いてあって、ここぜひね、アンダーラインを引いておいていただきたいんですけども、水の持つ位置エネルギーをです。で、残念ながらですね、水の位置エネルギーから直接電気には変えられないんですよ。直接電気には変えられないんですよ。なぜかっていうと、電気を発生させる原理って、ゲミジの率を一つしかなくて、フレミングの右手の法則なんですね。E イコール BLV ってやつですね。BLV ってやつね。ってことは、あれって速度ですよね。入ってくるのって。ってことは、一回、機械エネルギー、運動エネルギーに変えてやらなきゃいけないですね。機械的エネルギーに変換してやらなければいけないですね。なんで、水力ってのはこういう流れですね。水の持ってる位置エネルギー。位置エネルギーって皆さん、覚えてます？公式。位置エネルギーの公式。おー、そう。MGH。素晴らしいですね。位置エネルギー。MGH ですよね。MGH ね。はい。単位ってわかります？エネルギーの単位、これ。お、そう、素晴らしい、ジュール。そう、ジュールですね。 MGH ジュールです。これが位置エネルギーですね。で、 G の値わかる人、これわかる人は電気の勉強去年にしたか、それかあの科学が好きな人、 G の値、9.8。 そう、重力加速度ですね。 9.8 です。皆さんお手元のテキスト見て、あのお手元の公式集見てください。 9.8 ってない？公式にあるでしょ、 9.8 って。この 9.8 ってね、重力加速度のことです。 9.8 ですですね。で、 H ってこれ何でしたっけ？ M、 高さですよね。高さですね、うん、H ありますよね、公式の中に。まあ正確にはラージ H マイナススモール H ですけどね。うん、ありますよね。で、これ大事なんですけどね。 G ってこれ、メーターパーセック事情ね。あの、ちなみにここはどうでもいいですよ、メーターパーセック事情ね。で、 H はメートルですよね。メートル、高さだからね。 M ってこれ何ですか？単位。 M の単位わかります？M の単位、そう、キログラムですね。そう、キログラムです。 M って質量のことですね。そう、キログラムで、要するに 9.8 かける何メーターかけるキログラム、これが位置エネルギーで、単位がジュールです。ジュールです。ジュールですね。で、あの、なぜ私ね、あの、こんな細々言ってるかっていうと、実はこれって、機械のね、電動力応用ってとこでも関係してくるんですよ。この話が。だちょっと今ね、細かく説明をしてますけど。そう。これがもともと水が持っている位置エネルギーになるわけです。これを、電気に変えていくっていうことなんですね。じゃあ、ここから、本当に元は位置エネルギーにちゃんとなってるのかっていうのをね、見ていきましょう。じゃあ、あの、まず水力の公式なんですけども、あ、ちなみにこの 9.891 ってね、電動力応用でまた使うので、あの、ポンプの組み上げるときのやつね、うん、使うんで、今損失水筒とかめんどくさいんでほったらかしますよ。 9.891 なんですけども、あの、効率も今置いときましょう。まずこれからいきますよ。皆さん、ここめちゃくちゃ大事なんで把握しておいてもらいたいんですよ。正直、ここが一番間違うとこね。9.89H って、単位ってなんて書いてあります？キロワットって書いてませんか？キロワットって書いてありますよね。そう、キロワットなんです。
じゃあこれはちょっとね、かなり上級者向きです。キロワットって別の形に書き換えられるんですけど、わかる方いらっしゃいますか？違う。そう、キロジュールパーセックですね。1秒間に1キロジュールなんですよ。ちなみにキロっていうのは10の3乗です。つまり1000倍ってことです。なんかおかしくないですか？なんかおかしいですよね。だってもともとの位置エネルギーの単位ってジュールですよね。どこで10の3乗出てきちゃったの？どこで1秒間あたりになっちゃったの？答えはここですね。流量の単位。Q って流量なんですけど、ここの単位です。流量の単位です。流量。単位は、1立方メーターパーセックです。ここで1秒間あたりって出てきてますね。ここで。これで1秒間あたりってなってます。だからここでワットになるわけですね。ジュールを何秒間って言われると、これでワットになるんで。じゃあ問題は10の3乗ですよね。どこで出ちゃったんでしょうか。10の3乗。どっかで1000倍されちゃったんですよね。何が1000倍になったかわかります？重さしかないですよね。だって高さはメーターなんでしょ。重さしかないわけですよ。重さが10の3乗、1000倍かかっちゃったんですけど、どこでしょうか。どこで10の3倍かかっ、10の3乗、1000倍かかっちゃったかですね。答えは、水の重さです。水の重さです。水って、1立方メートルって、1000キログラム、1トンなんですね。だから、ここが、これが、この立方メートルっていうところがかける10の3乗キログラムなんですね。キログラムなんですね。だから水力発電の出力の公式っていうのは元から単位がキロワットなんです。元から単位がキロワットなんです。これ標準単位っていう意味では外れてるんですよ。標準単位っていうのはワットだから本来キロってつけちゃいけないんだけど、でも値レートどうしてもキロが出てきてしまうのでキロワットという形に直しております。実はこれすごく大事なんです。すごく大事なんです。なぜかっていうと本当に応用的な問題になってくるとですね、原子力発電で使った電力で揚水発電の方式で組み上げますと、どれぐらい組み上げられますかみたいなのが出てくるんですよ、答えとしてね、問題としてね。で、これは明日話しますけど、アインシュタインの相対性理論 E イコール MC 事情って単位がねジュールなんですよ、こっちキロでしょ。だここ間違うとね出てこないんで答えは。で大体そういう問題って指数で聞いてくるから、指数間違ってもちゃんと答えあるから、だからここ押さえておかないとちょっと怖いんですね。これぐらいですよ。であと逆に言うとね、電動力応用がね難しくて機械ね、電動力応用って式によって単位がねキロなのかキロじゃないのかってあるんですよ。だそこもねこの、流量とかの意味が分かってないとわからないんで、ちょっとね整理をしておいていただければなというふうに思います、ね。まあ実際にはこれ使えれば問題ないのでいいんですけどもね、やはり出力の公式ってすごく大切なところなんで、ぜひ押さえておいていただければと思います。で、これが、上から降ってきて、水がバーッと降ってきて、水車に当たる瞬間の時にな、ワットなんですけど、で、ここから実際には、水車でもやっぱり100% じゃないんで、水が持ってたエネルギーすべて自分の機械的エネルギーに変化してくれる水車ってないので、ほら、摩擦とかあるでしょ？摩擦とかね、あったりとか、で、あと発電機自体も受け取ったエネルギーを全部 100% 電気にできますなんて有名な機械ないので、そこで減っていくということです。なので実際の電気の出力という意味では、ここに水車の効率と発電機の効率をかけたもの
ということになります。あのそこまで効率悪くないですよ。どちらも大体 90% 台ですよ、基本的にはね。だそういう意味ではね、効率は高いね、効率はいいんですよ、水力ってね、効率はいいんですね。まあ、しかもね、あの再生可能エネルギーなんで、一応水ですからね、あのまた蒸発して雨で降ってきますからね。まあそういう意味では、山をぶち壊すっていうことを除いては環境に優しいですね。そういう意味ではね。はい、ということになります。まずはこの公式をしっかりとね押さえておいていただければと思います。あの本当にね、この 9.89H って何度も言いますね、機械の電動力用でも使うからすごく応用性がある公式です。必ず押さえておいてください。それ以降のあの年間平均流量とかこれ後でやりますから、これ大変なんで今は置いときます。そしてエレベーターも出てくるし、エレベーターは Q じゃないけどね、流量じゃないけどね、うん、ここに質量と速度で出てきます。そう、それで速度で出てきます。はい、それではじゃあのこれがね発電機出力の公式の一部になります。じゃあもうちょっと細かいところを発電所の構造とかを含めて見ていきたいと思います。はい、じゃあまずあの水力発電というのは落差、つまり高低差がないと発電できません。発電できませんね。じゃあその落差をねどうやって作るのかによって、種類がいろいろとあります。まあ皆さんがイメージしている水力発電というと大体ダムとかですかね、ダムとかですかね。まあ、よくだいたい山間部とかの方に行くとですね、まあ、電車で外見てると、なんか、こう、鉄のね、パイプが上からバーッと落ちてきて、なんか下に、建物があったりとかありますけど、だいたいあれが水力発電所ですね。だいたい水力発電所ですね。うん、まあ、この間も私、名古屋から長野まで時乗ってたんですけど、まあ、なんかレトロな建物ありましたね。川沿いにね、ありましたけどもね。はい。で、一番簡単なのが、水路式ってやつですね。自然の河川勾配を利用しますということで、要するに、ね、川の上流の方から水を取ってきて、で、ヘッドタンクっていうところまで持ってってですね。で、必ずね、ポイントなんですけども、水車に流れ込む直前は、この水圧管路とか、あとは、水圧管路とか、あとはね、こうやって言うこともあります。水圧鉄管ですね。水圧管とか水圧鉄管、要するにすごく丈夫なね鉄の管です。それでブワーッと落としてきてます。でなぜこれ水圧っていうかっていうと、この管の中は水で完全に満たされてるんで、すごく圧力がかかってます、その管にはですね。だから水圧鉄管って言います。ポイントはね、ここで空洞になってたりはしないです。必ず水で満たされてます。ここ空洞はありえない。空洞になっちゃってたらエネルギーが使えないんで、圧力ゼロになっちゃうからね、ある意味。必ず水で満たされてます、ね。ここは必ず満たされてます。で、発電所にドワーッと落としてきて、水車で回してるということですね。水路式です。なんか沈殺池とかありますけど、これ何かっていうと、川の水を持ってきてますから、川の水って砂とか入ってるじゃないですか。砂が入った水をですね、ものすごい勢いで水車にぶつけたら、まあ壊れますわね。で水車にぶつける水っていうのは不純物が入ってちゃいけないので、そういう砂とか一回ここで溜めるやつですね。だここはね流れが緩やかなんですよ。流れが遅いんで、勝手に砂が沈んでってですね、で溜めていくっていう状態ですね。で落としますということですね。であとヘッドタンクってとこでもその役割はしていたりします。ヘッドタンクってとこね。あ、ちなみにですね、このヘッドタンクっていう言葉ね、要注意です。ヘッドタンクっていうのとね、サージタンクっていうのがあるんで、お互い役割が違いますから、同じタンクなんだけど、しかも位置も一緒なんですよ。水圧鉄管の頭についてるタンクっていうのは一緒なのね。なんだけど、ヘッドタンクになるのか、サージタンクになるのかで違うので、これ結構怖いです。こういうですね、間違いやすいところをつついてくるのが電検3所の知識問題の出し方ですね。はい。じゃあこれが水路式ですけども、まあこれってね、なんか
川の流量によって発電の出力変わっちゃいますからね。ちょっと人が制御するにはしんどいですよね。ちょっとね、水が少ないとき発電できないし、あとそんなにたくさんのね出力も取れません。たくさんの出力も取れません。で、この水路式なんですけども、ここもねポイントなんですね。導水路は無圧水路っていうところ、ここポイントになってきます。水路式の発電所は無圧水路だよっていうのもね、一つのポイントになってます。で、無圧水路って何でっかっていうと、ここに書いてありますね。簡単に言うと、水の上に空気が存在する状態です。だから水には、気圧しかかかってないっていう状態ね。で、圧力はかかってない状態ですね。はい。では今度ダム式発電所ですね。これって、ダムの底の方に水を取る口があって、ダム式ね、そこから発電所にドワーッと水を流してきてますって状態ですけど、これってすごい高いダムの底の方に口があるから、もう水のね重さがめっちゃかかってますよね。簡単に言うとダムの一番高いところがその落差になるわけだから、めちゃくちゃ高い落差が取れるわけですよ。で、そこから取ってきてます。で、ポイントはね、ダム式はここ水圧管路なんですね。水圧管路なんです。冷静に考えると分かるんですよ。だってダムの底の方から水取ってきて管に流し込んでるわけだから、空気入ってないでしょ、うん、なんで、その取ってきた管路の中にはもう、もともと水が充満していて、かつ圧力がかかってます。この高い圧力の状態のまま発電所にドワーッと持ってって発電をする。それがダム式発電所ということになります。でもこれだとダムの高さしか落差取れないんですよね。ダムの高さしか落差が取れないんで、高い落差を得ようとすると高いダム作んなきゃいけないし、水が枯れたら終わりでしょ、これ。水が枯れたほらなんか、ね、水位がこの辺まで来ちゃったらもう発電できないから。これはちょっと使いにくいですよね。あと建設も大変なので、どちらかというとですね、このダム水路式っていう方があるかな。っていう状態ですね。これが、大出力の発電所は大半これになってます。ダム水路式ですね。はい。ダムから導水路を取ってきて、はい、ここポイントです。導水路は水が充満している。圧力水路です。で、結局ダムの下の方から取ってますからね。高い圧力がかかった水を持ってきてます。そして、ここポイントです。圧力水路の場合は、ヘッドタンクではなく、サージタンクになります。ここが違いになります。じゃあこれはね、なんかサージっていうとこう、うねりとかなんかそういうのね意味があるんですけども、何のサージなのかっていうねポイントですよね。で、これ用語のところちょっと赤で囲ってほしいんですけど、水撃作用ですね。水撃作用ですね。あとなんか、ウォーターハンマーとか言ったんですよね。ウォーターハンマーとか言うんですけども。これどういう現象かっていうと、パンダにとですね、事故が起きた時とか、出力が急に変わった時なんかに発生します。要するに、このダム水路式とかもそうなんですけども、高いところから水を勢いよくブワーッと落としてるわけですね。水車に向かって。で、例えばその水車の入り口のところを、急にガシャンとか閉めちゃうとどうなるかっていうと、落ちてきた水がそこで一気にバーンとぶつかるわけですよ。なんか爆発しそうですよね、そこで。でもさすがに爆発しないように作ってあるんで、そのぐしゃってなった圧力が上に今度グワッと登ってくるんですよ。登ってくるんですね。で、もし登ってった先がそのまま圧力水路になってると、圧力水路が吹き飛びます。さすがに耐えられないので。で、
やばいんで、頭にこのサージタンクっていうのを乗っけとくんですよ。そうすると、サージタンクっていう上、空気になってるんで、そこでバーンと抜けるんですね。抜けるんですね。じゃあさっきの無圧水路だとどうです？無圧水路だと。水の上に空気あるんですよね。そしたらそこで抜けますよね。圧力がダーンと。無圧水路とかだったら。だから無圧水路とかだったらサージタンクはいらないんですよ。無圧だからそこで抜けるから。水圧管路だと抜け道がなくてそのままだと吹き飛んじゃうんで、サージタンクっていうのを乗せているという状態ですね。だから私まだ聞いたことはないんですけども、発電所を停止するときとかってこの、サージタンクのところからドーンって音が聞こえるらしいです。聞いたことはないですけど、私はね、実際にはね。だからサージタンクってすごい長い、細長いですよ。高さがあって細長いですよ。だってサージタンクだからってほら、ここら辺でブチって切っちゃってたら、この分の全部高さなくなっちゃうでしょ。圧力抜けちゃうから意味がないんですよ。てか、むしろ水吹き出すわな、ここで。だからすごい高いタンク作ってるんですね。ヘッドタンクってそんないらないですよ。高さいらないですよ。だから構造も全然違うんですよ。はい。結構この水撃作用っていうのが知識としてね、たまに言葉として出てきますから覚えておいてください。水圧管路、圧力水路。ね、これ圧力水路の場合は、サージタンクが必要。無圧水路の場合はサージタンクはいらないの代わりにヘッドタンクが必要になります。だからサージタンクって水圧変動の軽減装置ではあって、じゃあヘッドタンクって何のためにつけてるんですかね。あれね、ヘッドタンクってこれ、これ左のね、ノートってとこね、ちょっと赤く囲っといてください。ヘッドタンク。要するに、電気の、発電機の出力って、時々刻々変化するんですよ。で、発電機の出力が変化したってことは、流量とかも変えなきゃいけないですよね。例えば、軽かったのが急に重くなったら、水たくさん流さなきゃいけないんですよ。でも、いきなり水ちょうだい、分かったって川がくれるわけはないので、急に増えた分どうするかというと、上にタンクに一時的に溜め込んだやつから流してください。で、その短時間の出力変動だったら、そのタンクの部分である程度補いましょうねと。あと逆に言うと、例えば、その発電所の真上がそのまま水路になってて、急にこんなに出力入れませんってキュッて絞ったら、水溢れるでしょ。うん、だそれも一時的にそこで吸収するんですよ。そのためのがヘッドタンクですね。役割が全然違いますよね。役割が全然違いますよね。だって川から取ってきてますからね、これね。というのが違いであります。で、ぜひですね、この水力のところではまずね、水の流れですね。それを必ず押さえておいていただきたいんですけども、まず取水口から水取って、で、導水路っていうので水を導いて、ね、導いて、で、なんとかタンクがあるわけですよ。で、なぜなんとかって言ったかって、そういう形によって違うからね。で、タンクがあって、で、水圧鉄管よ。水圧鉄管があって、水車があるわけよ。で、水車から下は放水路とか、水を吐き出すところですね。この水の流れはまず、覚えておいていただければと思います、ね、はい。今日は知識が多いんで眠い講習会だと思いますから、ぜひ後ろの多少美味しいコーヒーを、ただで飲めるやつは多少美味しいので昔コーヒーらしきものだったんですけど、最近ある程度飲めるものになってきましたんで、ご聞いていただければと思いますね。はい。で、サージタンクの中身について詳しく書いてありますが、はっきり言いますね。種類、覚えなくていいです。サージタンクの種類まで 100% 覚えようとすると大変なので、これは別にいいです。普通にマニアックなので、役割はダメよ。
サージタンクの役割は覚えなきゃダメですよ。種類まではいいです、別にね。はい。さて、では今度は水圧管路に行きたいと思います。何度も言いますが、水圧管路は共通の設備ですよね。流れ込み式だろうが、ダム式だろうが、ダム水路式だろうが、発電機の前は必ず水圧管路ですね。まあ正確に言うと水車の前ね。水車の前は必ず水圧管路ですね。じゃあそこの中を見ていきたいと思います。水圧管路ですね、中身。ヘッドタンクまたはサージタンクから水車に送水する水路を水圧管路と言いますと。で、私ね、ここの意味が分かんなかったんですよ。低落差の場合は管を太くし流色を小さくしますと書いてあってね。なんか、電検何年も勉強してるとね、こういう文字の流れってね、出題者好きなんですよね。落差が低いと太くして流速を小さくするとか、このね、大きくとか小さくとか、太くとか細くとか、大好きです。電検算子の知識問題って。なぜかというとみんな覚えにくいから。なんとなくわかりますよね。ちょっと勉強した人ね。ちょっとね、注意した方がいいかもしれないですね。で、なぜ流速を小さくするかっていうと、簡単に言うとですね、イメージよ。摩擦を小さくするっていう意味があります。流速を小さくするっていうのは。まあ、これ皆さんわかりますよね。早く動かしたら摩擦でかいでしょ。摩擦のロスはね。まあ、手早く擦ったら熱くなると一緒ですよ。じゃあ、なぜ摩擦を小さくする必要があるのかですよね。重要なのは。で、それをこれからお話しします。で、これからお話しするのが、この発電の水力発電の公式の最後の部分です。何かというと、損失落差と呼ばれるものになります。では、すごくわかりやすい図があるので、このダム水路式でも何でもいいや、ここでちょっとね、見ていきたいと思いますけども、じゃあ損失落差って何なんだべっていう話ですよね。損失落差って何なんだって話ですけども、その辺のですね、話っていうのが、テキストにもね、ちゃんと書いてありますんで、一回順序飛ばして先に行きますね。なんか、テキストの、ベルヌイが先にあるのがすごく納得いかねえんだけど、ベルヌイも先にこっちだべな。ちょっとページ飛びます。26ページ。ベルヌイちゃんはね、ちょっとだいぶ上級者向きなんで、後で話しますね。いや、好きなんだよ、ベルヌイ。勉強しなきゃダメなんだけど、ベルヌイはね、だいぶハードルが高いんで。流体力学になるんで、うん、こっちの方が分かりやすいから。はい。総落差とね、有効落差っていうのがあるんですね。有効落差ってあるんですね。はい。まあ、例えばなんですけども、この総落差っていうのが実際の高さのことね。高さのことね。例えばダムの水面からね、水車のところまで100メーターありますってやつは、それが総落差ですよ。ざっくり言うとね。ざっくり言うとね。それから総落差ね。じゃあ、皆さん、この100メーターってやったら、その100メーターすべてをさっきの 9.89H の H に入れちゃっていいかどうかって話なんですよ。どうでしょう？単純に考えて。100メーター差があったら、その100を入れていいかどうか、2択です。じゃあ、今日の一番初めのクイズですね。入れちゃって OK だと思う人どうでしょうか？はい。ダメじゃないかなって人。はい、いいですね。じゃあ、先に答えね、ダメなんですよ。じゃあ、100メーターより、大きい小さい。入れていい高さ。大きい小さい、どっちでしょうか？100メートル大きい値じゃないかと。小さい値だと思う人。はい。そうですね。で、なぜ小さくなっちゃうかっていうと、まあ、これ単純な話で、もともと水が持ってる位置エネルギーが mgh なんですけども、落っこちる間に、水圧の
関係とかで缶のところで摩擦がありますよね。摩擦って摩擦熱ってあれエネルギーのロスなんですよ。ロスなんですよ。だからそのロスの分は引いてやんなきゃいけないんですけど、でも皆さん今までの感覚でロスがあったらよ、入力に対して何パーセントロスがあるって効率かけるじゃないですか。水圧管の効率とかってどうしようかね。なんか分かりづらいですよね。だから効率何パーっていう考え方じゃなくて、何メーター分ロスしてるって考えちゃおうぜって考えたのが損失落差なんです。エネルギーのロスなんです元は。エネルギーのロスなんだけど、何パーセントって考えると分かりづらいから、何メーター分ロスするって考えようと。それが損失落差になります。じゃあちょっと応用的な話しますね。発電するときは損失落差の分引くじゃないですか。引くじゃないですか。組み上げるときってどうでしょうかね。組み上げるときって100メートル上げなきゃいけないんです。プラスする、引く、そう、足しますよね。足しますよね。そう、今皆さんパッと分かったと思うんですよ。組み上げるときはロスしてるんだからその分足さなきゃダメだよなって、パッと分かったと思うんだけど、あの公式で言うとただ H プラス H って書いてるからね、あの公式のままただ闇雲に覚えようとすると意味が分からないので、結構ね、発電とき引くんだっけな、足すんだっけなって迷っちゃうんですよ。損失落差っていうのはどういうことだって分かってれば迷わないですよね。迷わないですね。これが公式の本質を理解するってことです。理解するってことですね。はい。で、実際にはですね、その元々ある落差から損失落差を引いた分、それが有効落差と呼ばれるものであります。問題によって異なります。もともと有効落差はって言ってくれることもあるし、総落差に対して損失落差が何メーターって言ってくれることもあるし、損失落差は総落差の何パーセントって言ってくれることもあるし、問題によって出し方はいろいろです。いろいろです。ここがちょっと分かりづらいところですかね。水力でいうとね、分かりづらいところですかね。はい。じゃあどうでしょう、あの皆さん今の話でだいたい出力の公式のことはご理解いただけましたでしょうか。 9.89H とかですね、まずあのこれがね一番初めなので、まずここを理解いただければ大丈夫かなというふうには思います。はい。それではですね、もうちょっとね大事なポイントがあるのでお話をしていきますが、あの発電なのでやっぱり単位って大事ですよね。発電ですからね、キロワットアワーっていう単位ね、すごく大事なんですけども、これって P キロワットで T 時間って言われたら、キロワットアワーってどうやって求めます？これでいいんですよね。P かける T でしょ。 P かける T ですよね。風すげえな。あのこの意味大丈夫ですか。 P キロワットで T 時間発電した時の電力量って言われたら、単純に何時間ってかければいいんですよ。何時間ってかければいいのね。じゃあそしたらこれをね、キロジュールに直したやつはどうすればいいんですか。これ3600、そうですね、3600を
キロワットアワーにかければいいんですよね。かければいいんですよね。OK ですね。はい、まあこの辺はじゃあ皆さん大体大丈夫。あとはなんかね、本当に大変申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、1年間は何時間ですか？これでいいんですよね。365×24 ね。覚えてなくていいですよ。出し方分かってればね。ちなみにウルード氏とか言わないでね。電検の問題は1年間は365日で固定なので、今年はちょうどウルード氏なんだろう、今年な、ウルード氏だから366で計算しましたとかなし。それは押さえておいてくださいね。で、あとね、リアルな話よ、これもあるからね。1年間は何秒ですかとか考えなきゃいけないこともありますからね。これどうやって計算する？そう、3700円ですよね。うん。で、皆さんにいいことを教えておきます。3600ってね、こうやって計算すると便利なこと多いんで、3.6×10 の3乗ね。10の3乗。なぜこんなこと言ってるかっていうとですね、はい、メガって 1×10 の6乗ね。メガの上って分かります？ギガね、そう。10の9乗ですね。ですね。テラはないね、今んとこは。ギガはあります。実際に囲むんでもありますね。はい、テラはないね。まあ、ハードディスクとかはね、最近テラが当たり前になってきましたけどね。あと細かいですけど、これはミリは？ミリ。うん。1×10 のマイナス3乗ですよね。そう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 。OK ですね。結構この指数が難しいんですよね、電検算手って。じゃあちょっと意地悪しますね。これリアルにこの次の公式で使うので覚えておいてほしいんですけど、1平方キロメートルって何平方メートルですか？指数で書いてください。指数で。1平方キロメートル。これ意外と引っかかるんですよ。さすがに1立方キロメートルはないから安心してくださいね。高さも1キロだとだいぶやばいからね。それはないですけど、これ意外と引っかかるんですよ。そう言うでしょ、違うのよ。そう、そこで引っかかるんですよ。1平方メートルって1メーター1メーターですよね。1平方キロメートルって1000でしょ。だからこれって 1×10 の6乗なの。6乗平方メートル。これ意外と引っかかるんですよ。で、意外と引っかかるってことは引っかかったことあるからね。うん。だから私もこれ初め分かんない、間違ったのよ、これリアルに間違ったんですよ。で、なぜこんなこと言ってるかっていうと、実は公式集の2つ目のね、河川の流域面積とかってそれの話が出てくるんですけど、だいたい流域面積って何平方キロメートルなんですよ。
で、降水量が何ミリメートルなのよ。ただ指数の整理ができないとね、わけわかんなくなるんで、それでちょっと先にお話をしておきました。で、指数は実はね、この後皆さんに休憩含めてやっていただこうと思ってる問題があるのね。そこでも関係があるんで、ちょっとやって、今お話をしてきました。さあ、それでは、これから15分間休憩も含めて時間を取りますので、テキストの30ページの例題の1。テキスト30ページの例題の1。これをちょっと考えてみてください。下に答えがあるけど見ないでください。これを、11時まで休憩含めてやりますので、ぜひやってみてください。では一旦1回目の休憩に入ります。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。当チャンネルでは電気工事士、電検3種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。